まず400倍に拡大して原虫をチェックする、原虫とか細菌をね、はい、見るやつですね、はい、でその場で動いてるのは細菌、はい、細菌は結構多い方ですね、うん、だからまあいていいんですけどね、はい、ちょっと活発に動いてるからちょっと悪玉菌が多いかなと思います、うん、で原虫っぽいのはねこの便にはいなさそうですね、うん、みんな動いてもその場で動いてるだけだもんね、はい、あのこういうふうに横切っていく、そうそう動き回ってると原虫なんです、うん、そういう動きをされんとちょっと分かんないんですけど、はい、あんまり便が多いところで見てもまだ分かんないんですよね難しいとか、うん、これぐらいの便が少ないとか、うん、いなさそうですね、はい、じゃあ他のやつね、はい、これはいないんだけど一応あの線虫の卵ね、はい、はい、直接法ではいなさそうです、うん、という方もありますね。それからあとは未消化反応、なんかちょっと未消化あるかもしれない、ちょっと柔らかいんだよねまだね、うん、あでも未消化があると真っ黒っぽくさらっとありますね、それか紫っぽく見えたりするんですけど、まあでも少なくなってる、うん、からこっちは脂肪の未消化があると赤く染まる、そうね、未消化反応も少なくなってますね、ちょろっとあるけど、はい、それからあと浮遊法、これは先週のあのうんちを比重の重たい液体に溶かして10分放置して上に浮き上がってくる、はい、卵があれば浮き上がってくるんでそれを拾ってます、はい、だからこれの方が線虫の検出率は高いですね、だからこれでいないと結構の確率でいないというんですけど、あでもこれは原虫はわからないですよ、はい、原虫はこれだわ、原虫はやっぱりあったかい生食塩水でね400倍に拡大して動いているかどうかはね、まあいなさそうですね、ちょっとこれだけ拡大してきます、一回違うね、分解ですね、はい、じゃあまとめると、はい、まあ原虫もこれから線虫の卵もないと、はい、未消化反応、まあでもなくもうちょっとだけあると、はい、そんな感じですね、はい、はい、OK です。